4月9日は、グレゴリオ歴で年始から99日目にあたり、年末までは、あと266日ある、ワールシュタットの戦い。左が、モンゴル帝国軍イベリア半島に残留した、ムスリムである、モリスコ追放の直霊アポマトックスコートハウスの戦いで、南部連合司令官、ロバートリーが降伏し南北戦争終結琵琶湖疎水、開通式。 画像は1902年朝日新聞社の神風号、ロンドンに到着、ホルヘレーセル外艦暗殺。ボゴタ暴動の契機に、イラク戦争、バグダードが事実上陥落コントラバス奏者、ドメニコ・ドラゴネッチ誕生。卓越した演奏技術で、コントラバスの地位を高めた、近代史の原点、詩人シャルル・ボードレール誕生。エンジニア、イゾムバード・キングダム・ブルネル。 画像の蒸気船グレートブリテンは、当時世界最大俳優、ジャンポール・ベルモンド。コダールの、勝手に仕上がれで、一躍スターとなった東ローマ帝国皇帝、ゼノンボツ。生きたまま埋葬され、助けを求めるも無視されたという哲学者、フランシス・ベーコンボツ。知識による自然の支配を志した、ヒトラー暗殺計画の首謀者、ゲオルク・エルザー殺害される。 ディートリヒ・ボンヘッファーも同日に、子系白樺派の作家、武者の工事サネ圧没大仏の日、奈良の大仏の海岸供養の日にちなむ、ありがとうございます。